はい、皆さんこんにちは。ハロウィンネタをわーわー攻めれたらなと。っていうか、ね、もうちょっとしたら KEC もコンセプトもハロウィン、ね、子供英語教室、うん、が、10月27日曜日の朝からやっていくつかですね。去年どんな感じだったんですか？去年はまあみんなで、まあ、仮装して、はい、で、まあ、ハロウィンの、まあ、よくあるイベントをやりながら、はい、まあ、英語で、ハロウィンにちなんだような言葉をいっぱい使ってゲームをして、伝えたいわけでしょ。子供さん何年生ぐらいだったら対象で？いや、もう本当1年生から、はい、まあ、大きい子とかやったら5年生とか、はい、もういらっしゃいます。皆さんどんなコスチューム着てくるんですか？やっぱりね、まあ、女の子は魔法使いとか多かったな。男の子は諦めが多かった気がします。あ、何年か前に、はい、ゾロダウンをゾロスーツみたいな時に何人かでゾロスーツを頼んで揃えてきたんですね。で、今年もちょっとゾロタウンの話題になかったそうです、ね、もう一回ゾロスーツでええかなと思ってんねんけど、どうしようかなっていう感じかな。So, what did you do on the Halloween party? So, what did you wear the costume? Do you have any idea? Well, in my country, normally we go to take dinner some restaurant or maybe we go with costume, right? Yes. Mm-hmm. Yeah, so we go to dance mm-hmm. some place and maybe we try some scary. Scary, kawaii. Yes. So how about this time? I don't know, it's my first time in Japan. Holiday. So you have any plan to I'm waiting for some kind of invitation to do something and Japanese people teach me about Halloween. You can do anything. You can wear anything. You yes? Yeah. Oh. I can put my samurai. Samurai? Samurai もね、いいかもね。どんな感じですか？去年の前、ミニオンでした。ミニオン？囚人のミニオンでした。まあまあ、要はユニバーサルスタジオの中でやってますもんね。ミニオンです。今年は怖いにしたいです。何をしたい？怖いに。あー、スケアリー。スケアリーな観光したいです。何がいいんだよな。ペニーワイズ。何する？イット。イット。 There is a movie It coming。 知らない。イットは聞いたことあるけど、どんな話か。クラウン。ホラームービーだよね。ホラームービー It。 子供らは怖がらない。 Normally I don't seeなんでまたこれは YouTube で作ってる人いてて、ね、仮面ライダーを思い作ってちょっと今年やってみたいな。なるほど。思ってる。でもね、仮面はね、正直ね、しんどいです。あ、しんどいんですか？というのは、まあ、イメージでもあるけど、はい、結構まあ、パーティーとかで動いたりとか、まあ、飲み食いするでしょ、はい、仮面の人はでけんから、だからここまでの仮面のことができるんですよね。それなんかリアリティをこう追求しちゃって、うん、だから V3 とかやる。仮面ライダー V3 とかやる。分かるよ。だから名前だけ。V3 じゃないか。何やったっけ、あのここだけの仮面ライダー。何やったかな。あの出てこう黒にネイビーのクリアライダー。そう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 。だからフルマスクじゃなくて、こっちに顔出てるやん。そうそう。V3 はちゃうん。V3 はもうちゃんとしたやつ。そうですね。パーティーがちょっと動きやすい。そう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 。そう。いけると。うん。だからマスクってどうしても楽やから、ついついね、はい、スパイダーマンとか売ってるじゃないですか。はい、で、まあ楽やからするんやけど、まあほぼほぼこうやってあげてる。ね。やっぱりこう、で、日本人はまあだいぶ浸透してきたから、まあ、だいぶ皆さんアイデア満載でやってるけど、やっぱりこう、
し慣れてるというか、ちっちゃい頃から知ってるから上手に考えはるね。そうですね。うん、何年前かな、うちのイギリス人の先生がペアで、ね、2人で赤色の風船と緑色の風船を体中につけて巨峰とマスカットっていうあれはすごかった。あれはなかなかキャラクターとかじゃない。そう、それ何なの。ブドウですっていう。あ、すごい面白いです。そう、そんなんとかね、だったね、やっぱちょっと頭入れてやるべきかな。巨峰とかマスカット、いや、パパ2人でやってる。巨峰とマスカット面白い。ね、まあまあ、でもハロウィーンといえばお祭りやしね、うん、まあ、なんか祭り話とかあります。祭りの話大事ですか。あ、じゃあ聞いて。あ、うん、So what is your country's best festivals? Well, in Uruguay is, for me is Carnival。Yes, that is one of the most important in Uruguay. In Argentina, and also Carnival is very important, but in Uruguay it's the most important, I think. Carnival, yes. Uruguay is more than that. But in Argentina, yeah, we have Halloween, we have Christmas, New Year. It's a famous festival. Yes. Come on. Yes, very common. まあ、普通にやってて、How different with Japanese version and Uruguay or Argentine version? Well, I didn't been yet in Japan. I don't know what you don't have carnival in Japan. No, but Halloween, for example. Ah, Halloween. I don't know how do you. そうね、まだやね、2日後やね。I think will be very similar Halloween in Japan. I think it's very similar.まあ、同じような感じかな、世界中でね。We put all things about Halloween, you know, the big pumpkin, lights, jack o' lantern. Yes. And the kids love. 子供らはね、そのお菓子山盛りもらえるからね。そうだよね。Yes. なるほど。祭りいろいろありますもんね。何祭りが一番好きですか。でも日本の祭りってまあまあ夏場やしね。花火大会とか。ジャパニーズフェスティバル、ユージュアル、サマータイム。サマータイム。ですね。何祭り、今まで行っていた祭りで、これすごいな。天神祭り。天神は大阪は大阪で、ね、関西は天神と、祇園のね、日本三大祭りがあるんだね。うん、ちっちゃいだけど、チリがすごい好きでした。ああ、岸和田なんだね。ではでは、ちょっと告知をお願いします。はい、ありがとうございます。そしたら、こちらのはい、今度11月から、KEC の塾予備校の方でリスタート講座っていうのをやるんですね。リスタート、はい。で、なんでリスタート講座っていう名前、リスタートになってるかっていうと、はい、まあ、11月からですね、まあ、特に高校2年生、今まで、塾が軽くなかったとか、でただ受験生に向けて、受験勉強始めたよっていう子どもさんのための講座になってます。はい、高校2年生限定。そうですね。1、2年生の、まあ、これまでやってきた重要項目っていうのを、まあ、重点的に復習することができるよっていう講座になってて、まあ、例えば、塾行ってなかったんでしょ、受験勉強の方法わからないとか、うんうんうん、僕は浮かすとしかしてへんかったとか、
ですね、まあ、高3まで、ね、一歩でも早く受験勉強に向けた、うん、勉強始めた、うん、っていう、まあ、高校2年生に、まあ、めっちゃおすすめの、まあ、そんな高3になっているので、はいはい、まあ、11月からということで、はい、まあ、もう10月までお会いしたいなってきてしまってますから、はい、まあ、ぜひあの気になる方とかは、はい、まあ、KEC のホームページとかホームページだね、私は、はい、あとは近くの KEC の講師に直接お問い合わせいただいて、あ、直接来てもらってもいいですので、はい、ぜひお問い合わせいただけたらと思いますので、はい、わ、はい、かりました。では高校2年生はぜひスタートです、はい、はい、じゃあ本日はこんな感じで、はい、はい、終わりますんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。